俺の目的はジライア先生も成し得なかったことだ。さっきも言ったがな、平和を生み出し正義をなすことだ。平和、正義、ふざけんな、ふざけんな。俺の師匠を、俺の先生を、俺の仲間を、俺の里を。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ。ならお前の目的は何だ。お前をぶっ倒して俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。そうか、それは立派なことだ。それこそ正義だな。だが俺の家族を、俺の仲間を、俺の里を、この里と同じようにしたお前たち木の葉の忍びだけが平和と正義を口にすることを許されるわけではないだろう。どういうことだってばよ。火の国、そして木の葉は大きくなりすぎた。国益を守るため大国同士の戦争で自国の利益を獲得する必要があった。出なければ国、里の民が飢える。だがその大国の戦場になるのは俺たちの小さな国と里だった。その度に我々の国は荒らされ疲弊していった。幾度かの戦争を経て大国は安定した。我ら小国に多くの痛みを残してな。お前も俺も目指すものは同じだ。ジライア先生の言っていた平和をなそうとしている。お前も俺も何も変わらない。互いの正義のために動く。俺が木の葉に対してやった正義は、お前が俺にやろうとしていることと同じ。大切なものを失う痛みは誰も同じ。お前も俺もその痛みを知る者同士だ。お前はお前の正義のために、俺は俺の正義のために、俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられた普通の人間だ。だが復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。今その事象の中に生き、過去を知り未来を予感する。それが歴史だと知る。人は決して理解し合うことのできない生き物だと悟らざるを得ない。忍びの世界が憎しみに支配されている。